より人は今ぞ言わせる長浜の帰れって言われました。がっかりです。戦流れも潮流れもそんなに変わりませんね。進軍開始ですよ。一同礼。懐かしき甲につられて降りてたまわれ。野獣の力が我々を呼び戻す。お招きありがとうございます。その扉は門者を欲す。罪も深きな。あのひとときは一体何だったのか。そなたは問題なし。他に回るといたしましょう。あれ、いつの間にあんなところまで。哀れ、敵方の墓の作用。手加減したので大丈夫ですよ。夜闇の羽の方、帰ったら絵日記に書いとこ。拙者の応援が功を奏したのか。ちょっと休んだ方がいいのかも。毎日欠かさず社へ詣でてくださいね。皆さんにご加護がありますよ。えい。ご加護です。ご加護です。ビュビュンと射抜きますよ。熱烈な歓迎ありがとうございます。私たち揚げ潮でいい感じ。私の社にも来てください。何かに引き寄せられ温かかったような。この陣が攻め手の要となりましょう。
私はもんじゃを作り出す。やり遂げました。すごいでしょ。136地獄とも申せど、仏の言葉の陸奥の岩、極楽の木々の茂りた場所あらば、ふるさとなれば降りてたまわれ、語りてたまわれ、戻りてたまわれ、無縁仏のなれの中、お主も降りてたまわれ。花を打ち割り、その種を今こそ譲る。これからは海を大切に。返事は？足毛の馬に手綱を入れかけ、ふんふん、本鳥は九本の浄土を訪ねてたんで、次の手は、攻めですね。剣に轟き、地にひらめく。